これはあの僕が中学生の夏休みの時の話なんですけど、僕いつもまあ帰るのが遅くて、お母にむちゃ怒られとったんですよ。なんか帰るのが遅いで。で、その日もちょっとむっちゃもう遅く帰ってもうて、むっちゃ言い訳考えたんですよ。で、チャリで漕いでて、いつも通ってる駐車場をバッと通ったら、なんか白いこうものが見えたんで、ギュッと止まって、見たんですよ、パーって。見たら、なんか全身白い服着た女の子が三角座りで座ってて、何やろこの子みたいな。まあでもまあ夏休みやし、まあね、家出とかね、流行ってたし、でまあ誰か待ってるのかなとか、で声かけたらややこしいやろな思って、まあ、ほっといたんですよ。で、まあ、あの3年後に、まあ、あのおかんと車乗って買い物行ってたんですよ。で帰りに、まあ、いつも通るからその駐車場通った時にふっと思い出して、あ、そういえば昔白い女の子がおったでみたいな、おかんに言ったら、なんか順調じゃない反応で、ええー、みたいな、うん、ええー、って言われて、うん、逆に僕もえ、なんでそんな反応すんのみたいな言ったら、おかんがその子、私が高校生の時から産んでって言ったんです。